先生よろしくお願いいたします、はい、安倍晋三前総理大臣側が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐって東京地検特捜部が安倍前総理側に対し本人の任意での事情聴取を打診したことが関係者の話で分かりました。 安倍前総理に認識があったかどうかも確認する必要があると判断したと見られているということなんですが、今回のこのニュース、先生はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか、うん、<laughs> まあ一言で言いまして、よくやるなあという印象ですね、ご、えーまあ、存じの通り、うん、安倍首相はあ7年と8か月ですか、日本の憲政治 史上初めてのですね長期政権をまあなされた方なんですがその間にですね <laughs> え森友学園問題とか家計学園問題とかいろんなですね問題で責められましてね <laughs> また今の桜,の桜を見る会と。 いうことを、まあ、ありとあらゆるですね、えー、攻めを受けて、それにまあ対抗しながら耐えながら、えー、7年8か月、本当に、まあ、よく辛抱したもんだなというのが、まあ、私の率直なあ、まあ、印象なんですが、えー、総理を辞められた後もですね、えー、まだこ,のこれ、追及されると。 おいうことなんですが、えー、一体誰がこういうことをですね、えー、してるのかと、まあ、単純にですね、えー、考えて、えーまあ、時々考えるんですけどもお、まあ <coughs> えー、日本はよく、まあ、アメリカの属国だなんてよく言われますけども、えー、前民主党の時の総理大臣にやられた、まあ、鳩山 幸男さんという方もですね、えー、はっきりと日本はアメ,リカのアメリカに従属していると、やはりこれは独立しなきゃいけないんだというようなことを言いまして、えーまあ、経済関係のことなんですが、あまあ、年次報告書というのがありまして、アメリカと日本と両方でですね、えーまあ、経済改革のためにいろいろ、まあ 意見を出し合おうなんていうその会があるんですが、それは表向きで、実はですね、アメリカの方からですね、無理難題を日本の方に行ってきて、それをですね、まあ、上手にといいましょうかね、あまりアメリカの,その言うことを聞いてるというふうにならないようにですね、というのが上手にということなんですが、まあ、上手にですね、扱って、それを、 まあ法案化して、法律にしてですね、アメリカの言うことを聞くということはですね、もうあのまあ大勢の日本の国民の方はご存じないでしょうが、私に限らず、まあまあ日本にもいろいろその裏表に通じている方がいらっしゃいますから、またマスコミの一部も含めてですね、 えーまあ、そういうことを続けているのが日本なんですよ、だから、この安倍首相に対するいろんなこの攻撃ということ、まだ止まらないで攻撃しているというのは、誰の言うことに従ってやってるんですかというと、語弊があるかもしれませんが、何も日本のですね検察なり、あるいは野党なり、 えー、あるいは反自民勢力なりがですね、えー、その考えてやってるという、到底そういうことではないわけですね、えーまあ、私、じ私じ直言というのが、無料 <laughs> 情報誌を出してますが、そこに確か昨日うおとといか忘れましたが、えー、書いたんですけども。<laughs> えー、アメリカにはですね、えー、戦略国際問題研究所っていうのがありましてね、えー、これは CSIS と、まあ、頭文字を CSIS と CS っていうんですが、えー、俗にですね、えー、ジャパンハンドラーと呼ばれてるんですよ、ジャパンハンドラーっていうのは、あまあ、日本をハンドルするということですから、あ日本をですねいろいろとおその拘束すると。 ままあ言ってもいいいと思いますね日本をマネージする、そういうシンクタンクなんですね、でなんですねっていうのはです、ね、おかしな話ですが、そう言われてるんですよ、えー、まあ実際にどういうことかといえば、ですね古くは田中角栄さんにまで行きますけども、アメリカの都合の悪い人はですねいろんな形で失脚すると。 いうことが今までずっとありますし、えーまああ、さっき言った安倍前総理をですね、とことんまでこの追及して、今なおまだ追及しているというのはですね、えー、このシンクタンクのですね <laughs>、 えー、CSIS、それからもう一つは CFR といって、外交問題評議会というのがあるんですが、これが、まあ、あ日本に最も大きな力を持っているシンクタンクですが、皆さんですね、官僚の方も、財界の方も、それからあこの新聞社、テレビ局、マスコミ報道関係者もですね、 みんな有望な人は、こういうシンクタンクにですね留学するんですよで、そして何年間か勉強して帰ってくると、そうするとまあ幹部になってですね。 えこういうシンクタンクで勉強したということが一つの核になりましてね、官僚としても出世するし、それぞれの分野で出世して、大きな力を持つということになるわけですよ <laughs> で。ですから、自分の母校の方の、あるいはその自分が一つの考え方というのを持つに至ったわけですが、そういうことをですね、洗脳しとって、 洗脳というと、聞こえ悪いかもしれませんが、いわば洗脳されてきた人がですね、日本で検察でもですね自衛隊でも、どこでもですね幹部に大勢いらっしゃるわけですから、そういう人がですね安倍を下ろさなきゃいけないと、中国に接近しすぎてると、心中すぎだと。 だから安倍さんにその中国接近をさせた二階幹事長はけしからんと、<laughs> <laughs> そういうようなですねことがなんとなくですねこうずっとこう広がっていくという、こういう体制になっているんですよ、これが日本なんですよ。だからまあ今回のこともそういう一つの一環で。 えまあ安倍さんが一つ、もう無職ですね、総理じゃないわけですから、にもかかわらず追及されているということは、やがて菅総理の方に派が向かってくると、なぜならば菅総理は親中派ですから、ね、二階さんの言う通りに動いているわけですから、これはこの <laughs>。 シンクタンクにとってはですね、えー、許しがたざることなんですね。えー、ですから、やがて今度は神奈川県の土地のですね、えーえー、あ今あ、何ですか、あーえー、県有地を、このある企業にですね、 えー、この手渡した、あそこにです、ね、菅さんのいろんな問題があるとか、まあ、なんとかかんとか、これからです、ねえー、菅,さん菅内閣があこの相当いじめられることになるというふうに皆さん、認識しておけばいいのではないでしょうかね、うん、松田先生、ありがとうございます。はい